さあ続いては、はい、続きましてエントリーナンバー22番、タカ&コージさんの発明品で押し相撲マシーンです。押し相撲マシーン、なんだ押し相撲マシーン、うわっすごい部品数なにこれ、うわあ、すごい、ちゃんと、うん、ちゃんと作ってる、はい、クランクルコーデ、浅いものですね、うん、木ですね、体は図面描いてますね、これこれはよくできてる、お、今までがうんっていうものが多かったからお、ソレナイトで結構パワーいるんですか、これすごっ、引きか、引きか、うん、うわちゃんとできてるわ、これお、そして本体吹き羽、ね、あ、重心を倒れた、絶妙なところで、あ、検知もして旗を動かすためのソレノイド。若くない人ですね。この渋いテクノロジー。旗を上げる。押して、押して、伝統工芸品で。押されたら負け、揺れちゃったら負け、旗が上がる。倒れないか。だから、なんだこれは。なるほど。押しすぎてもダメですね。押しすぎてもダメ。絶命のところで、いけ、頑張れ。旦那さんの方が押される気がするが。カウンターがある。カウンターついてるのか。カウンターはついてるのか。え、どっちが勝った勝敗は？よくわからなかったけど、これすごいですね。まず、気候的にその絶妙なバランスになってるから、そうですね、押すだけだと自分を自滅するから、相手が来た時に押し返せる。なるほど。これ読み押し。前にも、こっちにもセンサーついてる。後ろに。これ傾いた時に、こっちでカチッと入ってる気がする。カチッとしてね。カチッと。前と後ろに。マイクスイッチはついてますよ。これカチッと。押しました、ね。ちょっとマイクスイッチが。で、うん、前に行くと、前に入る。あ、両方入る。両方入る。両方だ。だって、とにかく、前越しって入ると、一本取られた。取られた。自分はできるだけじっとしたいんで、相手が揺れるところに、やらせて。あ、そう。はい。押されたら、はぁ、あ。渋い。これは渋い。こういうのが欲しかった。でもこのメカの方がこのね、この造形品がよくできてるよ、これ。木彫り、木彫りですよ、これ。木彫りほら。いやー、いいね。もう本当板金ですよね、ここもね。腕のところとかね、板金もちゃんと。ね、体は木目の感じからすると数倍方ですとね。もういいですよ。いい顔だしな、この人。ほら、くるみ割り人。でも、手首も戻るようになってるし。このね、部品の並べ方はね、これ、高はきこう、そうですよ。そうですか。はい。全部、漏れがないから、ちゃんとね。うん。こんな感じでしたもん、工場行ったら。ああ、うん。はあ。それは。よくできてました。ありがとうございます。はい、そうございました。ありがとうございます。